もう一度開始する。ということは誰か来たんか。はい、ガロク開始したおじいさんが今。え、だっておじいっていう人が今レナピョに投げてたと思うで。あ、そうなの。うん、ユニバーな、多分な。さあ、それをお前に投げるのかどうかやな。投げてほしいな。投げてくれるんかな、お前に。投げてほしいな。おいしいカモだな。カモ、カモ、カモ。おいしい豚やで。はい、ええ。カツオ、こんばんは。いやー、勝ちてーなー。おい、ちょっとさ、たまにはさ、いい思いさしてよ。おじいナイス、おじい花火。ああ、そっちか。おじいフォローや。そっちか。おじいありがとう。おじいフォローしてくれる。ありがとう。このバトルで負けたら一旦解散します。素敵なギフトありがとうね。はい、ミュートにして感謝します。はい、リン、ヨーコ、モフィー、はい、ありがとうございました。拍手。そしておじいありがとう。さっきユニバ投げてたのおじいやったんか。よちゃまる、あちまる、ウィズ、顔なし、モグ、アキ、リン、マオ、ナイス、圧倒的ビクトリー。あ、キャピンキャピン。あ、キャピンキャピン。ちょ、修行してきます。今のはじゃ、今のはお前が悪いんやと思うで。何がやねん。おじいさん違うっつってんで、ユニマ投げたん。あれ？じゃあお前が名前呼んじゃうからじゃない？いや、普通名前呼んだ側から投げるんやと思うよ。赤根呼ぼうや、四コラしようや。四コラな、しようか、そやな。あ、サーヤもやってるわ。サーヤも誘ったるか。そやな。ちょっと待とうや、二人とも。サーヤ俺言ってあげるわ。うん、ナイス。もう葵はな、あ、やべ、ライブ終了しそうになった、危な。葵、何してんねん。お、ルート久しぶり。え、おじいさん、ありがとうございます、マジで。違いますやって。名前呼ぶからっすよね、おじい。とりあえずフォロー返してもらっていいですか。いや、まあ、めっちゃ上から言うやん。グローブ4枚ありがとうやって。黙れ。4個？そうか、4枚もらったんか。はぁ、あ。何それ。え、4つありがとうの枚。え、ダサ、おもんな。お前はじゃあ踊れんの、踊ってみて。踊ってない、吉本知らない。はい、はい、曲流したけど、はい、踊ってみ、これ、はい。止める。それお前、貧乏ゆすりって言うね。いえ、貧乏ゆすりは、主に足元を言うでしょ。うん、なんや、葵がもうバタバタ、もう、LINE してくんな、お前。やるか、来るか、に聞くか。はぁ、あ、心が踊らないぜ、なかなか。ナースには勝ったわけな。ああ、行く行く。じゃあ、行くじゃない、行くやって、待っとこうや。3分ぐらいや。おう、待っとこう。ほんで、アカネは？ユニバで。どんな感じ？アカネユニバ取りすぎじゃない？ああ、あれやな、アカネとユタシは絶対チーム分けなあかんな。うん。うん。食べれちゃありがとう。確か配信終わったんだ。終わってねえわ。あ、パンダ、パンダ。アカネってほんま頭悪くね？ちょっとさ、今好きだねやろ。お前そんなやつに70万思ってんねえで。まあまあ、いや俺は頭が悪いというよりかは、まあ。頼まれたからね。やたったね。親いるの今？うん。そこで待ってくれてる。ああ、もうやめんやって、こいつは。あかねはやめんねんって。ラストバトルやったって。うーわ、調子、こいてるわ。だる、じゃあ違うやつ呼ぶか。いや、サーヤは来るから。ほんで、レナピョンがそこら辺読んだらいいんじゃん。お前が、貢いだやつ。貢いだやつ。ほんまや。貧乏ゆすりを超えた人体まで、そやないかっち。ったくよ。クラゲとかはどうなん？クラゲ、まあ別に、うん、あんま喋らんけどいいよ。あんま喋らんね。パシロンパンダ、うん、パンダ先生もいるけど。水口くんなんか期待したのかなって、期待しても、プロソロには何も食べません。明日から毎日、10回ぐらい通報ボタンを押したいと思います。やっぱり、見返りを求めて何かをやるので間違ってんやん、やっぱり。別に見返り求めてねえよ。
みかん2万が。やかましい。さっき普通に言ってた。俺あんなけど一回も来てくれ、ギフト何ももらってない、うふふって言ってたやん。あ、ネタでね。あ、ネタなんや。ネタやで。本当はちょっと欲しいんやろって、うん。まあそれ、バラでも欲しいよね。うん。バラじゃなくてユニバやな。あなた使わしてるな、お前。ああ、矢崎さん70万やばい、そう、確かに。わかりやすいねんな。え、マジ、原付きの旅行こうな。いや、せやな。え、うん、四国のさ、あの、明石海峡大橋渡る感じやろ。知らん、そこまでは知らんけど、そちらへん行きたいなと思って。バイク行けんのかな、原付き。俺 125cc のやつやねん。え？アドレス125っていう原付きに乗ってる。あ、お前、チートやん。俺ら 50cc やのに。知らんわ、女安物ばっか買うからやろうが、お前。ああ、じゃあ俺も単車買っていくわ、じゃあ。なんでちょっと、なんでそこで見えあるねん。ええー、や、別に。じゃあ単車買っていくわ。なんでやねん。じゃあ 50cc やったらさ、煽られるやん。スピード遅かったりしたら。特に山道。煽られても降りてお前、引きずり回したらいいやん、普通に。やばすぎやろ。だって煽るやつが今煽ったらあかんやからな、今法律でできる。いや、けどあかんけど、明らかにやっぱその、あの、六甲山とかな、よく、あれやねん、頂上まで行こうと思って、運転してたけど、あの、全然やっぱ馬力が足りひんねん。うん。だって原付って50キロか60キロぐらいしか出えへんやろ。でも、山登ったらほんま30キロぐらいになんねん、マックスフルスロットルでもな。あ、そうなん。ほんならもう車が後ろからドゥアー来て、で、ちょっと俺が、あの、避けようと思ったら、あの、ガードレール。50cc でも100キロ出るで。はい？ 50cc でも100キロ出る。薄やん。いや、いじり方で、それは変わるよ。いや、それ改造車でしょ、それ。改造車でか、別に正規やで。ほんまに言ってる？リミットがあんねん。青に柴犬可愛いの。あ、リミットがあんねん、原付きも。CDI ってやつが。それを変えたら、別にリミット超えてくれんねん。そうなんや。そうそう、そんなんも知らんの、お前、普通に素直に走ってた。ダッサ。え、いや、逆に、え、なんで知ってんの、そんな。普通。いや、俺乗ってたからな、昔。あ、そうだ、うん、原付きに。あ、でも原付きも乗ってたって。それは NS1 とか。あ、俺もバイクは乗ってた。バリオスってやつ乗ってた。バリオス250。めっちゃ古いやつ。250のやつだろ。あ、250。そう、ユタシの方がリアクション面白いからかな。黙れ！何、青い？じゃあもうちょっと大きいやつで、リアクション面白いのやってあげるよ。うん、もう、大きいの望んでだけや、お前、それ。あれなんかいいんだよ。なんか外からか。うん。葵ちゃん芝居で、トロロ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 ロ、かわいいな。どうや。面白いやろ、葵。いやいや、ユタチが弾いてるやん。レナペがなんて？レナペが断ったぞ。は？あいつ俺と喋りたくないだけやろ。何断ってんねん。ちゃうねん、ちゃうねん。今、アニマルファームでさ、めっちゃうるさいねんか。じゃあ配信セット接客に集中せよ。いや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 、あの TikTok 見てくれてるお客さんがおるから配信しようって言ってしてんねん。ああ、そういうこと。そうそう、じゃあこれから負ける様も見れてお得やな。わちゃわちゃうるさいって。わちゃわちゃうるさいんちゃうねんお前なあ。200キロもらったな、プロソロからな。 TikTok スターズ5個もらっとったな。ひなのりありがとう。おお、どういたしまして。ひなのり大好き。大好きなんか。で、その大好きな気持ちをギフトに乗せて俺にくれんのか。お、うん、あげるよ。何くれんねん俺に。飲まない桜じゃ入れない、ね、全然聞こえてへん。めっちゃうるさいやほんで。マジでマジでうるさい、マジでうるさいから、ちょっとどんだけ盛り上がってんねん。うん、あ、出たサーヤや。出たサーヤ。元気出たか。出た。よろしくな。ナンピョンちゃんやっほー。お願いします。めっちゃ盛り上がってアニマルファーム。うるさいね、ナンピョンとこ。ごめんやん、ゆたし。だめやん。盛り上がってるってことはいいことだ。うん。せやな。プロソロ早く来てな。待ってるで。嫌でちゅー。無理でちゅー。はどういうこと。何こいつ。まあまあ、レナピョンが俺に TikTok スターズ10個くれたら言ったるわ。10個無理。あ、1個やったくれんねや。あ、ナイスや。楽しみにしとくわ。皆さん、もう勝てるかな。勝てるかな。いくぞ。もう調子こいてやる。サーヤちゃん。今日もありがとう。サーヤちゃん、タップ2人だけだけど大丈夫。サーヤちゃん、今日で引退やな。お疲れ様でした。さあ、今ちょっとナイスにボコされて、ちょっと最悪。
やってみて。あ、スーパーダイスやられたい。ナイスは強いよ、今。うん、あ、はい、強いよ。今3連勝しとったよ、さ。ナイスに。2番に。あ、そうなんや。なんか全然あんま興味がわかんかったな、今。わかんかった。あんまり、あの、興味全然わかんない。もうなんで、絶対勝つか、ユージバランマ。黙れ、行くぞ。ファイトアップ、プロスウェリー見やんけ。リオもありがとう。あ、行くぞ、かますぞ。プロスウェリーって見やんけ。ゲーンでやる。顔真っ白な今日のキャラペン。ついてやるよ、まずね。はい、行くぞ。ほら、プロスのスウェリーしたやんけ。ナイス。何がしたやねん。ダメージ3やんけ。3ポイント誰はもう関係ないねん、こっからやん。200ポイント。バラムってユージ。いける余裕がある人は。違う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 。オラベルイズで何青いしかおらんぞ、俺のところ。青い姉妹で似合うんだよ。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 かわいいな、青い。あの、4桁に似合うんだよ。青い、負けっぞ、これ。本気でいけ。本気で。本気でいけたら負けるぞ。青い、姉妹で似合うんだよ。ありがとう。久々やな。はい、ナイス。あれ、サーヤが大会チャンネル。やばそれさ、同じ名前。3桁1人だけですやん。どうすんの？いや、今から4桁、あ、5桁いくけ。いや、無理無理無理、お疲れ。お疲れ。ねえ、ゆういち、こんなに謝られてさ、かわいそうやろ。レナピョに。何に、レナピョ誰が来てんの店に。じじいです。お前もう、あの、おじい様のことをじじいって言うなよ、かわいそうに。違うの、自分でじじいって言ってるの。じじいって言われたんや、じじいさんはね。じじいちゃん、こんにちは。そうなんや。じじいさん今日何も使うじじいさん今日何も使う？あ、もう100万会計超えてます。ほんまに言ってる？うん。うっしゃる、うっしゃる。いつも100万くらい使ってくれる。いつも100万使ってんの？月2ぐらいで来る。月 2？ プロソロとは違うな。いや、黙れ、俺も1、2週間で250万使ったし、なんなら5秒ぐらいの間に TikTok したら5個だけで。今日はエンジェルが6本空いてる。開けすぎやろ。もうじじいやりすぎや。俺にユニバーくれ。さっきユニバーもらったれの。どんだけもらってんねん、お前。やばすぎやん。これが夜食の力ってやつか。せやで。何の力って夜食。夜食。夜食ってなんか、まあ、元 NMB というブランドがあるからね。うん。なんか、ジジイは NMB の一人のメンバーの子が好きやねん、めっちゃ。誰が好きやん？ウーカ、加藤優香ちゃんっていう3期生の子で。ああ、加藤優香ちゃん。何で知ってんの、お前それ。それは全然わかんないけど。俺も全然わからん。昨日卒業コンサートでもう卒業してん。あ、もう卒業しちゃったんや。ああ、そうなんや。今日はジジイはちょっと落ち込んでるから、うん、いっぱい飲もうって。そうか、癒されに来たんや。なるほどね。いっぱい飲もうでお金使ってたら元も子もないやろうが。ジジイはお金の、お金ありすぎて困ってんねん。おジジイユニバー俺に10個くれ今。10個。俺日刊入れなくて困ってんね、助けてくれ。2個のかい。俺2発でレナピョに投げたんだけど1ポイント返してくれね、頼む。レナピョなんて21分で日刊入った。エコパッチって何？配信して21分で日刊入った、お前。うん、すげえ。俺8位です、お疲れさん。で、ユタシは8位だけどな。上には上おるけどな。エグライも今日20分でサンダーバルコン見た。エグライお前らやばすぎやろ。お前それ俺いるときやんけ。お前らレベル高すぎるときやんけ、それお前。ミラコンやろうが。誰か助けてくれ。どうか。残り40秒。お願い、4桁に。3や、3桁な。2個ね。みんなラスト、じゃあこれ、差し込み来んと思ったやろ。来るけ、差し込みね、みんなね。いや、もう来おへんやん。お前の時代終わって、え？ 2 個だー！トラベルコンプレーナイスラスティーブルジュージーリオマイコンだみんなも大丈夫嬉しいな、2個だおおお、みんなで抱きつけたな2個だ、何してんのお前いえ、何してんねん、ちゃうねん、2個だがもう俺のファンじゃ行くぞこの調子こいてる100倍以上見つかれてる女に来たわ、勝つぞ行くぞ頑張れ、マイク顔真っ白顔真っ白やばい、マイク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 やばい、マイナイス！出してんだ！やったー！ビートリー！ビクトリー！あー！すごい！めっちゃ優秀！スリーピー読みます！お前が足引っ張ってんねー、プロソロ！そうじゃん、福岡だよな。やばい！ MVP、1、2、ナイス！ちょっとナイス！龍馬、龍馬。ミュートじゃ、1、2個だ、ありがとう、愛してるガールズバーだ。2個だが働いてるガールズバーに俺、行くわ。うん、ありがとう、チュ。青い 2.0K、ありがとう、チュ。祇園祭り行こう。はい、ゆうちゃんもナイスだ。かわいいな、ゆうちゃん。
愛してるよ、チュー。そして、ブルーシも、はい、みんなまとめて、役立たずどもが。ほら、言うてるユニバナゲンか、お前ら。ナイス、ありがとう。ほら、言ったよ。勝つって言ったやろ。一回勝ったぐらいで調子こいてんじゃねえよ。一回勝ったぐらいでまぐれだのに調子こいてんじゃねえよ。行くぞ、みんな。集中や。チーム変えたいです。いや、チーム変えたら負けるやん。バズるから、もう。サーヤはプロソルトは無理です。レナも無理。いやいやいや。もうなんかもうほんま残飯処理みたいな扱いするのやめて。みんな行こう、タップや。ナイス。レナちゃんのところで200万使ってあげようと思ってたのに。絶対勝つわい。4人。みんなもうジジイのコイン全部使っちゃったない。今日は1時にお風呂入る。なんやな。よし、オッケー。でもリナビはオモコンチャンネルや、こっから。オモコンチャンネルや、やばすぎました。まだまだオモコンじゃないから。黙れ。あ、そうや、4人言わねえよ。今日もともと出勤して何曲かなったけど、4人言わねえよ。だから出勤した。タンペやん。え、西4の8人。みんな4人、4人。タンペはい、西もうええでお前。全然聞こえてへん。いや、4人。4人行こう。あれでいくぞ、6人団結してくれ。頼むわ、勝ちたい。みんな勝ちで協力してタップしていこう。10回タップで3ポイント。勝ち逃げドローンじゃ。プロソロさん、レナピョンさんに貢いだ拒否されてて切ない。そんなことないねんけど。そやで、1恋も帰ってけへんからな。うん。トリップ、バー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 。ジジイは楽しく飲みたいだけやの。うん。ジジイの声、プロソロの声、ジジイさんの声かっこいい。もうカビゴン声でかいってって言われてるこっちの声なんで。黙れ、お前が態度でかいからしゃあないやんけ。みんな頼むよ。ジジイさんは普段何されてるんですか、お仕事。大富豪。次はごちゃ当たり前。お仕事は大富豪って意味わかんないよ。石油王、サウジアラビアの。お仕事なってないねん、それ。国家公務員や。国家公務員。うちのジジイ何しよう、うちのジジイ何しよう。あ、大富豪らしい。ごめん、サーヤの隣に誰かいんの？うん。え、誰ジジイ？うちのジジイ。うちのジジイってお父さん？ジジイ。え？お前分かりにくいボケすな。よし、ポン、カズ、くん、エムちゃん、サイちゃん、ミーちゃん、ゴマ、梅ちゃん、ラムちゃん、ネイル、マコちゃん、分かりにくすぎるし、なんか、設定ぐちゃぐちゃ。なんか、周りにお父さん、お母さんいるとか言ってさ、なんかその、設定雰囲気にさせてる配信者多すぎ。マジで。いや、おらんよ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 。おらんのかい、しょうもね。誰もおらん。団結しろ。一人やろ、ずっと。俺と一人やろ、サーヤは。みんな行こう。爆速クリア、みんな行こう。いや、頼む言うても、葵が本気だったら無理や、ニコだもん、本気や。お前、ニコだ、こっちのリスナーじゃん、お前。いや、知らんわ、お前、そんなもん関係ない。ニコだ、どうや、アニシー、アニシー、やればできるじゃないか。何がやねん。うわ、もうレナちゃんもサーヤも4桁チャンネルやん。終わったな。お前、おこぼれもらうなよ、お前。いや、おこぼれちゃうやん、団結やから。もうなんかプロスマンとか誰がおる今。誰ともくん。誰よ、誰よ、ともくん。ああ、見てくんな。ストーカーがみんな。今、お店にはお姉ちゃんも帰ってきんって、こんな。黙れ。レナピョンさん、さっきの勢いどこ行ったんでちゅか。結局ね、可愛い女の子は3日ぐらいであげますから、お疲れした。そういうことですよね。おじいちゃん息してる？大丈夫？ジジイさん息してる？で、急湧いてコンプやったんだ、お疲れ様。ねえ、やめて。やってくれ。腹立つわ。顔面真っ白、頭も真っ白にしたろけ、ほんま。うどん色に染めたろけ、顔。無理でちゅー。無理でちゅー。パラソルとか行っとんねん。もう俺んとこに来ていいんや。なぜなら俺の足を引っ張ることない。もうブロッコリーや。行くぞ。なんでブロッコリーすんねん。無理。無理。日誌、完璧。数は残り50秒。どこでもええやろお前。けど、ジジイが本気出してきたユニバとかめっちゃ投げてくる。だってちょっと調整やろ、ちょっと調整。怖いな、ほんまに。調整しよう、調整。でも大丈夫、ジジイの限界ここにあるから。
え、それで送っていいことになってんの？もう、ジジの携帯ね、あと残りね。何個やんの？ 54 コインしかない。無理無理やんけ。意味ないやんけ。チャージ間に合わんぞ。はいはいはい。みんなが全部使った。あ、そうなのね。はいはい。オワコンちゃん。うどんの気持ちありませんから、もう。いや、今日無理これ勝ちたい。香川県に戻った勝ちやろ、これは。なんでやったら、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 神もうるさいよな。来るか、ワンちゃん来るから。差し込む準備な。差し込む準備な。ワンちゃん来る方があるかな。ワンちゃん来るからな。はいはいはい。はい、ヌーちゃん。アキラちゃんナイス。また行きましょう。アオヤちゃんエグいナイス。ふざけんな、女の勝ちやな。女の勝ちやな。お前らがクッピンやったらお化けみたいな顔してるから。何最近アイコンで何を。ダセやランオフか。エグいナイス。ナイス。ともくん。ありがとう。そしてラムちゃん。ともきちこらフォローしといた。吉田さんスラスラのメイちゃん。これ勝つ流れやろ、ミュートじゃ。あ、1、2個だ、愛してるわけでごめん、何回同じ展開やねんな。まずは、葵も、行くぞっていう素敵なギフトを送ってくれたのや。勝利には行けなかったな。ゆうちゃんもめっちゃ頑張ってくれてるや。愛してるぞ、さすが。あ、リッシーもかっこいい。ナイスイケメン、ごめんな。はい、トリプルブルースは、はい、みんなまとめて。ジョイ、ありがとう。顔なし、アーキー、ユミコ、ユミコも初見さん、ありがとう。みんな初見さんの、初見さんの、いいねタップありがとう。負けた、赤い。負けたんや。何来たの？何来たの？えぐい。ロケット。あ、ロケットか。TikTok シャトルだっけ？なんどっちだっけ？ TikTok シャトル。シャトルをロケットって言いやすくしてんねん、みんなな。あ、そういうことか。じゃあ、これは。まあまあまあ、そんなさ、カリカリしないでな。ちょっと待って、コメントが見えん。ちょっと待って、なんちゅうと。俺のアンチの方法、気に入ってくれてよかったよ。あははって。俺のアンチ？どこだ？誰やってんそれ。トドキチさん。誰やこいつ、ちょっとただとするわ。何年目やお前。トドキチ、とりあえずフォローしといたよろしくな。お前33年目生きんなお前。いや、初めは、今日ほぼ初めまして。もうサヤの枠でこんなにやってくれるの。みなちゃん何やお前。びっくり。ねえ。今プロソロって、え？びっくりした、誰が来たのかと思った。ごめんなさい、え、なんかコラボしたことある。え？え、一般の方？誰？一般の方？はい。ここがすごかったです。アニマルの女の子。アニマルの女の子、なんていう子やったっけ？ハムちゃん。ファムちゃん？うん。そう。アニマルファームで一番人気のファムちゃん。じゃあ、ファムちゃん、あの、こんなの言ってるやけど、なんか俺がときめく一言言ってもらっていい？ひらなり大好きだよ。今、耳打ちで聞こえてたんやけど、結構よかった、ありがとう。もう、もう、いいよ、いいよ。お前、やってることマジで中年の親父やで、お前。マジで中年の親父やで。いや、もう30歳やからな。俺、旬の中に言うのにおかやだ。ねえ、そんな。そうそうそう。中年のおっさんや、親父。おかやだね。レナの生誕祭で200万円。みんな早く見てね。どうしてってもそんなもん。絶対に無理で、中。レナぴょんが俺に TikTok スタンプ5個投げてくれたらな。あ、使ったわ。考えとくね。絶対考えてないやん。絶対あれや、ジジイさんの方が使ってくれるからええわ思ってるわ、こいつ。ジジイさんって、ジジイさんって。ジジイさんもまさかの同い年でピン、俺の一個上やからな。どうすんねん。え、ファムちゃん今仕事サボってんのかな、ファムちゃんは。オッケーオッケー、リョーマ。ファムちゃんは仕事サボってんのか、今。ファムちゃん仕事サボって酔っ払ってんねん。そうなんや。かわいいな。ユタシの顔やろ。ユタシの顔が死んでるからちょっともう一回やる。レナピョンの顔色を伺いながら、もうずっと同じチームや。レナピョンの顔色はずっと真っ白なだけや。みんな楽しいかな、みんな楽しい。当たり前やろが、お前。じゃあ、誰か助けて。じゃあ、ちょっと盛り上げて、ちょっと盛り上げて。楽しくなかったら、ロケット捉えやろが。嫌いやね。かまして。盛り上げて。もうこの顔面蒼白うどんやろうと思う、なんか髪の毛ロングの中卒女に勝ちたいな。何がうどんやん。めっちゃ可愛い。レナピョンがうどんや、こいつ腹立つわ。絹ごしうどん。俺中卒って言われた、また。違うって、サーヤに言ってんねん。サーヤも中卒なん？そうよ。どう考えても中卒やろ。もレナピョンも中卒や。もう絶対勝てる。中学の卒業してないやつだけど。もうやだ。誰やだ、お前。3年生。中学も卒業してない。やばいや。誰や、届き中。いくぞ。こんなに言ってくれるなんてびっくりよ。ありがとね、ほんとに。なんでやで、参加しました。オッケー。絶対勝ちたい。もう負けすぎてるから。いや、絶対勝ちたい。プロソロ。どうしたい？
勝ち逃げしよう。絶対勝ち。無理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 で中。俺とユタシのリスナー全員や。俺たち無理で中。やだ中。みんな頑張ろう。いけるかも。じゃあ今2連勝したんだっけ。あれしてないっけ。待って、いける人だけで頑張る。いける人だけで。みんな本気で勝ったから2回勝ったくらいで、俺より2回勝ったくらいで。どうしようか。お前らそんなやから日韓ランキング1位取られへんねん。お疲れ。間違いない、お疲れ様。頑張って取ってみてね。毎日頑張ってるランキングや。頑張ってな。今日はランキング。どうするの何位や、今。ランク外やろ。それプリンちゃんの。つけたばっかしが。喋んない。こっちもつけたばっかし20分で3分かな。何言っとか聞こえへんわ、おしゃれ。これ絶対勝つぞ。集中しろ。いやだ、絶対勝つぞ。ほんまに勝つぞ。集中しろ。集中な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 。マジで集中してくれ。集中集中。ニコナナイス。ニコナナイス。ここにライオンとかユリバかましたら勝てる。ニコナ、リョークナイス。リョークナイス。いや、もうね、ちょっとライオン。いいよ、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 もう。今日の誕生日、アニマルファーム行ってあげようと思ってたのにゃ。ふざけるな。テーマ君と思ってたのな。ああ、レナピョンの誕生日に100万円使ってあげようと思ってたけど。30レベルの分際でお前ら。ナイスだよ。今日はどのナイスです。ああ、今日馬君がそんなに投げちゃったらもうあれ行かれへんわ俺。バトルやめよ。これは、これは10万人寄ってこいつ誰だ。こいつなんでこんな偉そうに喋ってきてんのこいつ。届き地ってやつ。ね、届き地間違いない。お前偉そうに喋るの、お前誰マジで。届き地やばいな。お前誰やねん。おちょ、ユージフォローしといてよろしく言う。ユージ、届き地とユージ、お前らちょっと計算したら分かるや。あまりにもスクワットが開きすぎてるという事実に気づいたか。ということは俺んとこでユニバや。無理。さやのさ。黙れ。ほんまに。いや、救急車うるさいね、寝とけ。はい、集中です。ほんまに。救急車は無理やろ。レナピョンなんか耳にゴミついてるけど。レナピョンあの耳にゴミついてるけど大丈夫。ゴミじゃない、ハートのピアス。うどんのカスじゃなくてそれ。あ、これうどん固めたやつ。天かさん天かすやろ。これうどん指でこうやってこねたやつ。最悪やん。腐ってるやん。嘘を隠せ、ケツ。クジラないって。嘘ある？ないね。不意をすぎや。なんでこんな、なんか、追い打ちかけてもいいよ、みんな。負けんの。さやと思うやん、ほんま。なんでほんま腹立つは女ばっかり投げやがって、マジで。追い打ちかけてもいい。エロ親父ばっかりか、お前らのところ。プロトロ、プロトロ。賞味たちないやん。ゆたしなんて？賞味期限があるから、賞味期限が。ああ、なるほどな。うん、やなだから今だけ投げられてんの、ね、今だけ賞味期限がありますから。レナピョンもサーヤも人間が引いてねんのも賞味期限、ね、賞味期限や。なんやファム、お前何言ったか聞こえへんわ。なんやファムね、プロソーさんイケメンです、結婚してくださいって。無理で、ちゃんこんにちは。何言ってる、何言ってる。お前と結婚するわけねえだろうが、ファーム、お前寝とけ、バイトが。でもなんかさ、ちょっとひっくり返りそうな予感するけど、ちょっとみんなごめんね。ちょっと無理。いや、ひっくり返るって5万90円。何、お前余裕持って言うの、どうするんだろう。お前、ユニバ来ても勝たれへんだ。なんでお前、知ったお前。これユニバ2個差しできる天才立ててるやん。ユニバ2個差しできる天才募集中やね、ほんまに。いや、聞いてん。さっきはちょっと TikTok スターズを刺されたけど、ちょっと落ち込んでんねん。黙れ、それぐらいで落ち込むな。落ち込んでんな。頼む。いや、6番は強いな、でもな。ほんまにいけるぞ。マジでお前らいけるぞ。TikTok スターズ2個刺す。無理無理無理。でも TikTok スターズ行っても勝てへんで。トトキチ。いやー、腹立つなー。トトキスター助けてくれ。勝てへんなー、マジで。ニコナナイス。マジでありがとう。ニコナ、リュウス。負けすぎている。青い、口が綺麗やったけどな。ごめんな。なんででもユンちゃんもブルースも、あ、みんなまとめて流してんね、ミュート解除。あ、届きちゃいます。大丈夫です。みんなまとめて、ナイス！ありがとう！みんなまとめてナイスって腹立つ。ほら。もう終わった？何これ？もう終わるよ。余裕のビクトリー。まあみんな女の子が3回連続勝ったということで終わります。はい、待って、もう終わっちゃうんや。ちょっと待って、今からカラオケするから終わります。楽しかったね、ほんとね。みんなありがとうございました。バーイ、届きちゃんがバーイ行っ
って言ってる。もうみんな怖いって言ってる。はいはい、まあまあ元気しとけや。じゃあな。いやまあみんな行かないで行かないで。あいつがいい日になった瞬間めちゃくちゃ静かになったんやけど。ほんまや。ええや、あの、静かというか、まあ、うるせえ方がいい。いや、行かないで、友人も、届け人も行かないで、行かないで、やかましいね、お前。ガキかよ。届け人ってやつ、マジで。届け人、なんか俺んところに来て、ギフトやろうかって言って、あ、コメント打ってたら間に合わなかったっていう、しょうもないボケかましたわ、こいつ。だから、コメント打たんでええんでしょうもね。やだ、友人、才能で、やだ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 、生きり具合、サーヤの生きり具合。違う、30レベルを超えたやつって生きり具合半端ないから。確かに半端、え、ユージ花火ペーン。いや、ユージサバーカとかもすごいかんね。ユージサバーカすごくてももう負ける気せえへん、そこに関してどうでもいいわ。ユージ花火、ユージナイス花火。ほら、おこぼれもらってるやんけ。イエーイ、おこぼれナイス。おこぼれちゃうねん、気持ちや。もうほら、今ユージどこ行った、ユージユージどこ。気持ちや、ユージ愛してるぞ、ちゅ大好きや。誰呼ぶねん、ほんで。あ、ゆうじありがとう。フォローしとくな。一軒、ありがとう。パンダ先生か。いいよ。夢に向かって仲良くしような、トドキチ。ちなみに俺のレベル42レベル、ありがとう。え、ちょっと待って、夢に向かってよ、トドキチが投げたの、今。そう。おい、トドキチ来ろや、お前。コメントだけ打って何も投げてねえぞ、お前。俺だけ。舐めてんのけ！ユニバ。ユニバで許してる。なんでその高いねん。うん、お前もいつもユニバ言うてるやん。いや、ユニバ言いませんよ、俺、初見さんには。やっぱ初見さんにはね、これだから、ね。俺、ランク外やね。誰配信者か。あと、配信者兼投げしやから、俺は。いや、TikTok いらんねん、しょうもな、こいつ。あ、こいつおもんな。だる。なんか、ちょっと上げてもらったのに。1コインとかいらんねん。ああ、そんな。1コイン以上や、届き地、長くしよう。でもな、俺、思ってたことあんねんけど、とりあえず40から上、解放してほしくなかったんやけど。なんでなん？え、一瞬のやる気なくした。あまりにもそのレベルが上がりすぎてってこと？じゃあもうまさか奥行くと思わなかった、ほんまに5000万ぐらいかなと思ってて。うん。え、奥やばいな。だってお前、俺今で俺 16、17M、サバーカとか全部合わせて 25M ぐらい投げてるけど。やば。全然全然。だって今で本垢だけでも42レベル止まりやもん。やば、4000万円で使ってる。3M とかやで。なんてなんて？次のレベル上がるの 3M とかやで。その次も 6M とかやで。やば、500万ぐらいいるね。やば。やばいね。そうなんや。そうやって。俺、さて40のままの方が良かったわ。なるほどね。誰？ともちゃん、えっつん。石倉石倉。誰呼ぼう？ 40 解放してほしくなかったなぁ。え、ともちゃん？とも今、頭取りるし、バカ強いで。あ、そうなんや。誰か招待してる。誰か招待してない。誰か招待してる。プロソロ？ああ、こんかったね。いや、モツナペっていうめちゃくちゃ弱い追ってもらんでも一緒のやつがおるんやけど。お前なんかパチモンつけてたやろ。C 丸いくか。え？あ、パチモンつけてた。うん。なんかそれ問題になってんで、なんか知らんやつもつけてるとか言って、みんな。あ、そう言いよったわ、今日パンダ先生も。そうな、問題になってる。トドキチちゃん、どっか行った？うん。トドキチこっちいんで、多分。出たよ。いや。うわ、サザエさんやん。どうしたお魚くわえてんじゃねえよ。何だよ。ありがとう。くわえてねえよ。ごめんな、ちょ、練習でごめんな、ちょ、これはちょっと受けたかったから受けちゃった。やばすぎよ。お魚くわえてんじゃねえよ、わざと。それは、ちび、待って、ちびまる子と違うか。ドラネ、いや、ちびまる子ちゃう、神ゴンやから。ネル、ユキル、ありがとう。どちらかというと、おめえの方がちびまる子か。ユージおかえり、ユージさん、おかえり。ユージおかえりちゃうね。お前の、な、旦那さんちゃうからな。で、トドキチはどこにおるの？トドキチはもういなくなったよ。え、マジユタシのとこもな。ザコギフトだけ投げてどっか行って。ああ、トドキチちゃんが、多分チャージしに行ったんかな、じゃあ。シーマル頭の上でなんかクジラのダイビングしてるけど、それいつ撮れんのそれ。なんだ、マジで。完全にクジラのダイビングで潮を吹いてるけど。何ですか？何ですか？ちゃうねん。こっちが聞きたい。何その、カビも顔汚れてるけど何言うてんの？顔汚れてないねん。ね、基盤どうよね。基盤どうよね。基盤みどころか。基盤ないねん。デフォルトでこの色やねん、ほんまに。なんか、目開いてないしね、しかも。開いてるやろ。いや、なんか開いてないしね、ここら辺についておるけどね。カビゴンはそういうキャラクターでしょ。はぁはぁじゃないねん。はい、ユーザー君。みんなタップ3ってなんやねん。頼むぞ、みんなで。いや、タップ3ぐらいしかお前には魅力ないってことや。
お疲れ。うわ、ちょっと待って、タップだけは勝ちたい。ちょっとみんなタップしてみましょう。今の前な、化粧じゃなくて、目の前にタップしてから。タップしてないと全員タップして。トップバトン言うたし、あそこ負けてるから。はい、日韓まであと56点6点本気でいこう、みんな。タップだけちょっと。皆さんも日韓あげたい。お前だけ来ときたよ、さあや。かわいそうな。タップでいいよ、みんな。でも、全員タップしてないと、バラの子様しよう、バラの子。黙れ、たまたまや、うるせえ。バラの子様しよう、バラの子様しよう。行くか。集中しようぜ。62人投げて。おはよう。かましてくれ。おー、いいじゃん、ナイス。62人。いいじゃん、ナイスって。何しながら喋ってんの、ほんまに。え、ファンデーション。なあ、お前合コンでも行くん。うん。メイクしてもせんくても変わらんで、チーマル。ほんまに。チェッキーだ、ヌヌタンが出た。ペッペもメイク後も一緒だから別にやらなくていいんじゃない？いいよ。タクハードマン。止めてんの、けなしてんの、なんの？あきえよ。やだ、絶対勝つよ。プロソーには絶対負けん。ねえ。さあ、ナンバー22番いくぞ。これは勝てる。シーマルは強くねえし、サーヤももう投げしいなくなったから勝てる。シーマルたまに強いぞ、普通に。いや、どうせ今ランクがやから。投げしなくなったとか、そんなに。こんなわけわからん、ゴミつけてるやつには勝てるやろ、余裕で。こんな不完全な状態でライブしてるやつに誰も投げへんで。笑っちゃってるよ。いや、面白いやん。面白いやんって言われちゃってるぞ。ちょ待って、やばい。やだやだやだ。いいよ。サワヤちゃん、やば。何サワヤ、やばいって。ニコラです。ニコラです。ユージさん。やば。ユージ、プロソロと言ったし、おもろいやん、その掛け合いが。で、チーマルちゃんが、なんでっていうの面白いやん。シーマル、どうしたの？手臭いの？え？ナイスキャージュ。あ、指匂ってた今。あ、そうそうそう。やば。まあ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 、この羽チーカマの匂いしたんだ、チーカマ。チーカマの匂い。全員吹き飛ばそうね。シーマルやけど、チーカマの匂い。せ。くすんだカミゴンは黙っときくすんでないねリアルカミゴンさ、カミゴンうるさいさっきからねえちょっと最下位だけはなりたくない。さっきからうるさい。何52って。あれ最下位だけはなりたくない。ユルジに言うとけ。スコアのさ、あまりにも開きすぎて思うんだよ。ユルジのやばいって。やばいって。俺んところでちょっと投げてくれ。おかしいな。ユルジダメ。ユルジさすがに俺かわいそうやな。言い方はかわいそうやな。4桁か5桁やな。もういいよ、ない程度でいいよ。ユルジな。ユルジな。さすがにユルジはここはダメ。ユルジ、そう。花火、ペン！ハイロバーバーバー、ユージ、ユージ、最後、いい人や。サーヤは、こいつ、すっぴんは、アザコングと同じ顔面偏差値してますから、アザコングって何？アザコングって。アザコングですよ、こいつは、あんまり。男か女かわかりませんから。ちょっと、やだ。なので、いや、はって、お前、え、マジギレ？え、は、何の話？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 はい？何の話？サーヤのすっぴんの話や。な？すっぴんは赤昆布って何？じゃあ、後から話すのやおもろいから。アジャ昆布知らんのかお前。僕のアジャ昆布って。なんでアジャ昆布知らんのニコのありがとう。アジャ昆布ぐらいみんな知っとく。いや、ニコのありがとう。あ、食べ物か。アジャ昆布っていうプロレスラーだろ、お前。絶対似てもっと可愛いわ。お前もう、それはマジ、誹謗中傷エグいで。それやばいで。マジで言ったらこれ。スクショしよう、スクショしよう。ニコナイス。スクショしよう。もうユージユニバヤ行くぞ。ユージユニバヤ。ユージ、女めぐ。ニコナありがとう。いいよ、もう。ニコナ大丈夫、大丈夫。ニコナありがとう。いや、ニコナありがとう。もうニコナしか言ってないな、最後。大会チャンネルじゃないから、まあいいわ。ありがとうな。はい、ミュートにしてください。黙れ、再開チャンネルちゃうわ。はい、ユージ、ありがとう。情けないけど、僕。けど、ありがとう。愛してるよ。チュ。ハイロタク、ブルース。はい、みんなも止めて。なしでね。ふざけんな。ないけど、ない。ちょっと飲めろ。本気出せんかい。めっちゃ達成してくれてありがとう。入ってるな。入ってるけど、点数入ってないな。チーマルと俺 1.1K で別にな、あれやな、最下位っていう感じではないな。うん。ドローや。引き分けや。うつぼ、ブラックちゃん、まひろ。もう、さあや、俺と組むか、じゃあ。そろそろ。いや、おこぼれもらうけもんまいやんけ。いや、ちゃうやん。ユージも投げづらかったと思うよ。もう、さあやだけはなんでみんなチェック押す？早ない、チェック押すの。早く OK 押せよ。俺もな、7時ぐらいにはもうやめる。あ、マジで ?OK。あ、それ気持ちおかしいんか。満足満足。俺のところにもう誰もおらんは終わったわ。さあみんな行くぞ。俺も7時ぐらいにやめるかな。今日は祝日やからな。
なんかもうちょっと盛り上がると思っとったあんまりやったな。いや俺も何があるかい。何があるかい。どうせすごいもんこれが。昼やったけどどうせすごすぎた。あ、めっちゃ多かった？いや、多い時多いのに少ない時ガッて下がる。そうなんや。今何人見てんの？今64。あ、そうなん。楽しみにしてる。全く一緒なんやけど。全く一緒やった俺。やばいな、だんだん人が抜けてきてるな。さすがにきついよな。ねえ、やだ、ゆうじ行かないで、行かないで。ゆうじ来て、ゆうじが他行くとかいいよ、やだ。ゆうじ俺のところでユニバ投げてみて、TikTok スターズも投げてみて。ゆうじおいでこっち。やだ、みんなやだ。誰がサザエさんところに。みんなミュートや、もうみんなミュート、みんなミュート。ねえ、ゆうじ。ユタ氏の顔見てあげてください、皆さん。ハリハードウンバ。行かないね。まだ。これが全員見にくいっすね。もう一だる。はい、みんな集中しような。めっちゃうるす。だるしか聞こえんかった。ごめん。見にくいやん。もうなんか、ラストバトルだ。お前、負担でかすぎるやろ。いや、そんな知らんて、必死やねん、こっちとら。知らんわ、やばい。知らんわ、やばい。いや、それはもう、知らんわ、やばい。レオさんが参加しました？レオさん！うわ、レオさんか。お久しぶりです。元気保ちましたか？ブルース・バランマ、ユンチャ・バランマ。え、レオさん？俺、日韓ランク外です。今度、7月20、30日ですね。カジタ、30日の夜中10時、スミカちゃんの応援来ますんで。ユーザー・バランマ。あれ、レオさん、マジでいらっしゃいました？昨日せいかな？スラッただけかな？いや、そんなことないな。頑張ります。ありがとうございます。レオさん、一生のお願い言っていいですか？俺、ユタ氏のランキング抜かしてんす。ユタ氏日韓ランキング今、8位らしくて、TikTok スターズが12個で抜かせます。うん。行くぜ。無理やぜ。頼むぜ。うん。ユタ氏をあいつやと思ってください。プリンス小屋やと思ってください。やばいよ、めちゃくちゃやばいよ。めちゃくちゃ。開けつけてないんだよ、ずっと曲げてもらえ。あ、やばい。めちゃくちゃやばい言ってること、お前。ユージありがとう、さっき。今度7月30日楽しみやな。俺も絶対ユージだけに行きますから。おかしいな。おいさんや、お前なんで2人かね。ユージだっぺ、ユージ。おかしいな。あ、もう負けてる、負けてる。負けてる、負けてる。ユージだっぺ。レオさんが息してない。すごい、ダブン来てるやん。俺の枠を寝落ち配信と勘違いしている。ユージ、完璧ってユージ。ユージ、これは戻れよ、お前。ユージ、もう帰ってくれ。ユージさん、こっち来たら。頑張れちゃうね。ユージ。ユージ。おかしいな、残り2分くらい。ユージの。さあ、じゃあまたそれダメ。ほんまに頭の上にな、ほんまわけわからんの巻きやがって。もう恵方巻きげ。ユージバラいらんってしょうもない。ユージお前さっきの肌火忘れたんか。しょうもない。いらん。ユニバラ。もうやで、ユージ帰ってき。レオさんも寝てるし、ユージもバラしか投げへんし、もう終わったわ。レオさん寝落ちで回ってきたん？いや、知らん。なんか来てくださったけどね。アイコンは見えるけどね。いや、うん、見ていただけるだけ嬉しいけどね、ほんとにね。ユージ。うん。お前、ユージさんのこと、ユージって呼び捨てしてんじゃねえよ。私は泣いて。カオちゃん、文句言ってんじゃねえよ、お前。ライバル意識燃やしてるだけやろ。全然ライバルじゃないから。なんで俺だけ3桁やねん、お前ら。お前らがそうやって、ユージ、ユージ、ユージ言うからやろ、多分。いや、みんながユージ、ユージ言うけやん。なんか、ユージがバラしか送らん、どうのこうのとかなんか言俺言ってないもん。カビゴンやん。いや、知らねえよ。だ俺もランク外で言わせたら。じゃあ、これを1位にしてくれるか、ユージ。1位にできるわけねえだろ、ユージチャンネルが。いや、ほんまに。最下位やなって言われた。いや、そんな、しゃあないやん。お前、さっきまで最高位やったからええやんか、女。確かに、確かに。俺、ずっと基本最下位やから、ゆうこばらんま。もう、レオさんが寝てる。レオさんが完全に寝てる、もういらない。その、基本的に最下位やったら、そこに負けたくないねん。お前、そうやってレオさん、ごめん、あの、ユタシミュートにしてるから何も聞こえへん、ごめん。ユタシの口の動きが止まったらミュート解除。え、なんでやってんの？そうやってレオさん、お前、おちょっと、ユタシごめん、何言ってんの？煽ってるよ。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 わかるわかるわかる。え、ユタシなんてね、ごめん、聞こえへん。全然レオさん、おって言ってる。レオさんがめちゃくちゃすごい人って言ってるし、お前。オッケーオッケー、お疲れ。ハリバラウマ。だって、ほんま頼むわ。ガチで誰かかましてくれ、ハリバラモン。ユージ、帰りに勝ちたい。とりあえず勝ちたい。まあ、出しそうだよ、難しい。とりあえず勝ちたい。とりあえず勝ちたい。ラスト5秒、ラスト5秒よ。はい、リオさんに懇願してる、懇願してるよ。言うわけないやん。ユージ、ありがとう。レオさん、もうやめて、
ありがとうマジで。え、モグもありがとう、マジでありがとう。ありがとう、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 ありがとう。でもレオさんのこのライオンの一撃でしっかりと元気になりました。本当にありがとうございます。そしてユージもハリも、ユーゴブルースも、はい、みんなまとめて最高すぎるビクトリー。よかったな、お前煽って煽ってないね。おい、レオさんがおっしゃってるわ。もう帰国しました。あ、今アメリカにいらっしゃるんですか。アメリカにいて忙しい中俺なんかにライオン送れるなんてどうかしてるぜ、イケメンだな。チュッ、大好きだよ。うん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 。今度その場教えるからね。ギフトレベル高ちゃうね。お前、日本一位のギフターさんだぞ。お前、当たり前やんけ。49だぞ、今。ああ一生喋ってるやん。当たり前やんなもんね、レオさん。レオさん、あとどれくらいであれですか、あの、一生喋ってるやん。めちゃくちゃ楽しみですね。レオさん、あれですか。ね。7月30日にギフターレベル50に行く感じですか。いいじゃないですか、レオさん。一緒に100連勝勝ち取りましょうね。クリスマスの夜にね、日本一にさせてくれてありがとうございました。僕8月25日誕生日なんでよかったらよろしくお願いします。はい、サザエさんと中卒ブロッコリーお疲れ、どうした？負けたな。もう一回お願いしますやろ。こんな弱い私、俺でよかったら。いやいや、今までこのメンバーがいいんやろ、今。なんや。お前このメンバーがいいんやろ、今、レオさんいるから。何を言って、ミュートにしてるか聞こえへんけど、もう一回やれ、とりあえず、お前。いや、レオさん、ほんまにありがとうございます。マジでレオさん、イケメンすぎてね。ほっとり泣きそうにした、レオさんのおかげで残りあと 26.3K で2回や。もう最高や、レオさん。よし、今日1位行くか。何をおじけすぎて、ギフターレベル日本一のレオさんを目の前にしたらもう対戦すらできる。レオさんないわ。は？あ、今レオさんの悪口言った？あ、レオさん、あ、煽っちゃったね。天下無双のギフターレベル49で日本一のレオさんに喧嘩売っちゃったってこと？よし、じゃあ、ゆたし、ニコラでフルコンボさせてもらうぜ。いいよ。いいよ。じゃあ、チーマルサーヤ、一回ちょっとどいてくれ。ゆたし、くれ。最低だ。相手ちゃん、どけよ、お前ら、邪魔して。最低すぎるやろ、お前。ユタシと戦うんだ。最低すぎるやろ、お前。俺とやったら飛ぶと思ってんやろ。何がやねん。俺とやったら飛ぶと思ってんやろ。お前の涙が飛ぶだけや。目が血走ってんねん、お前の。ねえ、じゃあ、もう、どっか行け、お前ら。はい、バイバーイ。あ、やっと行ってんや、バイバーイ。ユージ、今さらフォローするな。いや、本当にね、レオさんで、ね、いてくれてありがとうございます。こいつムカつきますよね。天下無双の、めちゃくちゃかっこいい、天才的なレオさんに喧嘩売ってんすよ、こいつね。はい、オッケー押せよ、お前。はい、オッケー。送ってんの、お前に。え、嘘？マジで？ほんまに？ユージ、フォローありがとう。あれ、ちょっと待ってな。ほんまに言ってる、うん、マジで送ってる。あ、ちょっと一回切るな。ちょっと切ってあげるな、うん。ちょっと待ってね。ちょっと見せた。すいませんね、ゆうさんね。ゆうじゃん、ありがとう、フォロー。はい、レオさんいなくなりましたんで、ちょっとトイレ行ってきます。ありがとうございます。言ってることやばいって、こいつ。レオさんいいなった瞬間、どっか行こうとするやん、すぐ。だって、レオさんいないんだもん。意味ないやん。もういい日になったん？もういなくなった。ありがとう、ユージ。ユージ、フォローありがとう。ちょ、トイレ行ってくる。うそやん。来てた？レオさんはやばいよ。レオさんはほんまにやばい。俺8位やのに、また一緒のお疲れんのかな、レオさんの手で。もうレオさんがぼちぼちするために俺は負けんね、また。でもレオさん優しいから、たまにくれるからな。うそやん、いるの？どこ？あ、ほんまや、いるわ。静かにしとこう。静かにしとこう。あ、いよいよ帰り。静かにするわ。静かにするわ。
プルソルさんがあれるって。いや、こいつは、もうレオさんいい日になったら、もうこういう系ですよ。すぐもう、バトルほっとかしトイレ行くから。わかりやすいな、レオさんやりすぎやん。まあ、俺、前もライオン、俺、連勝頑張ろうか言うて5秒後ぐらいにレオさんにライオンやられてからな。いやー、レオさん、ほんまかっこよかったな。レオさんいなくなっちゃったな。うんうん、大丈夫。葵ちゃんがいるから。レオさん、とどまってほしかった?当たり前やん。もっと投げてほしかった?当たり前やん。だって、バラみたいにユニバ投げるんやで、すみたいな。よいしょしてたやろ、ちょっと。よいしょとは?だから、レオさん、出てるかなって言ってたやん、なんて。まあ、よいしょというか。まあ、眠れる獅子が最後に吠えたな。ライオンという名のギフトで。ブルース・バランマ。なるほどな。ああ、ユンチャ・バランマ。はい、行くぞ。バラ、あと二人ですね。行くぞ、みんな。はい。レオさん、もっとや思ってたよな。この時多分こいつは。いや、けどもう、ライオンも嬉しいけどね、普通に。ルフィオ・バランマ。本心は?本心は、ユタ氏のランキング抜かしたかった。うまいこと言ってた。まああの人って可能やもんな。ちょっと待って、虎にいたよマジで。そうやもんな。ちょっと待って、虎にいたよマジで。なんで隣いや誰や、嘘ついてんや、しょうもない。おらんやこいつ持ってるやん。アキナイス、アキナイス、アキナイス、モグナイス。隣にいたよ、歌うね、和歌山バラムマ。いいんやろ。バーティートラベル。レオさんちょっといてくれてたの、ユタシのところに。いたで。今？うん。でまたいなくなったん？今いい日なった。もうおるならおるって言えや。腹立つわ。腹立つわほんま。いやーお前の本心が聞けてよかったわ。恥ずかしいわ。一番聞かれたらあかんや。マジか。ギリギリました。ポンティありがとう。いらっしゃったやん。まあまあまあ。でもライオンだけでもめっちゃ、ライオンだけっていうかライオンすごいギフトやからね。TikTok スターズもらったで。お前が?俺静かにしてたもん。いつ?さっきお前がトイレ行ってる間。ガチで言ってる。ガチで言ってる。やば。こうなった。だった。だってお前はあのトイレ行ってバレへんようにこうやって無の顔してた。こうやって出た俺。お前ふざけんなよマジで。だってレオさんが二人にも投げてくれたってことはね、レオさんありがとうっていうことによって俺がトイレから戻ってまた盛り上がったかもしれへんやん。まあちなみに嘘やけどな。よろしく。しょうもな。ちょっとお前、ちょっとイラッとしてんじゃねえよ、お前。なんで俺にはライオンやねん、レオさんはお前。あの、TikTok スター、ユタシを TikTok スターで飲んだよ。別にあの、ライオンと TikTok スターズ。お前、聞いたな、男やな、お前。お前や。お前や、心一番。男やな、お前。250万使ったからそれ取り戻そうとしてんじゃねえよ、お前、ライブで。いや、ライブでしか取り戻されへんやんけ、お前。取り戻さなあかんやろ。ああ、やっぱチーマルかわいそうやったぞ。だからこのバトル終わったらもう一回戻したらいいやん。うわこの自己中野郎が。いやお前や自己中は。お前やんけお前。無毒じゃなかった。お前マジでニコラやべえ強よ。誰ルドーユージー。おいユージお前友達やのにやりすぎやろ。最悪や。ユージナイスキャッスル。モグモナイス。ユージ強すぎやろ。ミュートや。あ、ルドスナイパーナイス。ユージがヤバすぎたな。和歌山ユンちゃんブルースありがとう。ユージヤバ。ユージガチでヤバいやん。いやありがとうユージ。モグもユージで拍手や。モグポンティもありがとうな。マジで助かった。アキユクマタマオピチュオユーザー。いやーヤバ。ユージお前友達ちゃうんけ。フォローしてくれたんちゃうんけ。してんのほんまに。はい、次ターゲットはユージになりました、この男。ターゲットっていうか、チーマルと、あとサーヤ誰かともうやってんじゃん。なぎねえが。あ、ユージありがとう、マジで。うん、ユージちゃん素敵。バラじゃん。
ユージ、やばいな。ブドさん、頭に来たな。いや、せやんな、向かってるよ。当たった人にプレゼントしよう。なんやねん。黙ってこい。黙ってこい。何？何やプロソロ。え、黙っとけって言われて、え、なんて。あ、ちょ、黙っとくわって。黙っとくわって。ああ、分かった。どうしたんや。何？なんかお前、え？なんか見えちゃいけないものが見えてしまってるぞ今。大丈夫か？ニカ7位になった今のキャッスルで。見えてない。見えてる。やば。ああ、ニカ7位になった。やば。レオさんいい日になって残念やったな。プロソロ。やば。当たり前や。16位まで下がっとる。リュウジグミ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 。で何？え、俺は特に、え、なんか、え、ユタシが黙っとく言われたから、え、黙って。ちょ、黙っとこうかって俺リスナーに言っただけ。リスナー黙っとこうかって言ったの。ちょ、そうそう、じゃあ、リスナー、ちょっと来たから、ちょっとシーってしようかって思うだけ。え、ちょ、誰？ノブキチがおるやろ。そしたら、ノブキチさんがおるやろ。誰が来た？海の日だから。いや、レゴさん、おはようございます。レゴさんが来たんです。まさか、ユタシのところに戻って来られたなんて、全然気づかなかったです。おはようございます。おーおーおー、なぎでも元気やってっか。よろしくな。おー、もう一人呼ぼうかな。うん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 。誰呼ぼっか、誰呼ぼっか。チーマルがいいな。チーマルでいいや。うんうん、レゴ先生、私んとこも来て。誰に言ってんねん。ほんま汚いな、こいつ。汚くねえよ、別に。ほんまに汚い、こいつ。チーマル全然読んでもけえへん。てか、レオさん、ユタシんとこにいたらもうおかしいって。チーマル、お前何回断ってんねん。おい、今、リスナーさんと喋ってるから。誰もお前の声聞きたないねん。はよやれ。これ、パチモン同士やろ。パチモン同士やねん、パチモン同士。あ、パチモン同士やって、もしレオさんがユタシ側から爆投げした時、俺メンタル崩壊してるけど大丈夫か？まあ、でもレオ先生は結構女性に優しいでね。レオ先生、レオ先生じゃなくてレオさんな。レオさんやな。LEO さんな、ギフターレベル49で日本人な。LEO さんは私、お立ち会いしたことないわ。当たり前や、お前なんかに投げるわけねえだろうが、早く OK 押せよ。私やない。なんかついてる。いくぞ。なんで変えたんこれ。いや、同じパチモン同士仲良くしようやって感じや。ほんまにレオさん、先ほどはライブありがとうございました。僕がトイレ行ってる間すいませんでした。前戻っていきました。もうみんな、隣には多分レオさんがおるから、プロソロは調子乗ってるから、みんな無理しといて。お前や、調子こいで、なあ、ライブしながらメイクしやがって、関係ないって意味ないってやめとけって。もありがとう。うん。何ですか？何ですか？じゃあ耳悪いんけ、お前。え、ミュートにしてたから聞こえなかった。7位なや、今、日韓。ミュートにしてんの。ユタシやばすぎやろ。昨日もやばかった。日韓7位にいんや、今日も。ついに。なんでそんな強いの？ユタシのくせに？ユタシのくせにって。え、パチモンと投げれば。1位も取ったことない人に言われても。まあ確かに1位は取れてないもんな、お前らな。お疲れ。うん。その話お前らだって2位止まりや。うざいな、マジで。な、日本1位って気持ちいいぞ。わかる？その感覚。わからんか？わからんわな、お前らな。ああ。そうやんな、おお。はい、集中や。あ、電動も、あ、ほんまや、電動入りそうやな。今日電動行きたいな。でも 700K までいんねん。電動行くんやったら。さあ、皆さん集中していこう。電動行くんなら 700K は絶対硬いねん。そこまでライブやる元気ない。今日超時間やってるから今日。超長時間やってんねや。レオさん、超長時間やってるユダシンところはもうすぐ配信が終わってしまうみたいです。でも僕はもう5時半ぐらいからやってるんで体力あり余ってるんで、こっちに来たらずっと面白いですよ。こいつ、こいつこっちに話しかけてるからな、ほんで。自分の枠じゃなくて。俺の枠みんな寝てんねん、ユーコバラウンマ。あ、おおやって、レオさんが。ん？マジっすか？おうやって。俺のところ、来てくれるわけっすか？よし、ユタシのランキングを抜かすぞ。ルフィオバランマ。てるてる坊主。おうって言って、マジでおうって言ってくれてるやん。あ、けどほんまな、あれやで。レオさんは。なんて名前なんやろな。教えません、名前変えました。あ、さあ、行くぞ。レオさん。おい！ナイスレオさん！最悪や。優しい！マジで最悪や。あいくさ、レアくれお前レアユタシに投げても意味ないって、ほんまに。もうちょっとで、ユタシに投げても意味ないって。
あれやで。グーグー。お前さ、スミカちゃんの応援しに行かへんって言ったしは。たまに普通に。レオさん、ナイチーやめよー。レオさんナイチー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 アベテルマジか。レオさんやばいな。レミ、マジか。6分やなかった。レオさんやばいな。なんでなぎねえと俺組んでんねん。もう無理や。レオさん。レオさんお願いします。レオさんほんまありがとうございます。もうサザエさんがレオさんにお願いするんだ。レオさんほんまにありがとうございます、マジで。全員ミュートした。ちょっとうるさい。やば。レオさんありがとうございます、マジで。ミュート解除した。最悪や、こいつミュートにしやがった。いや、もうミュート解除した。レオさん、ほんまもうおかしいっすよ。僕、ランク外なんすよ。待って、プロソロずっと。お前さっき始めたばっかりやん。いや、さっき始めたばっかしって、いや、そんなことない。俺、もう1時間半ぐらいやってるぜ。うん、いや、お前、俺今日何時間やってると思ってんの？いや、そんな頑張らんでええやん、ゆたし。あ、レオさん、いらっしゃい。9時間ぐらいやってんね、今日。やりすぎや。やレオさんレオさん死んでダメだってそれしたら You are the only flower in the world ラーペンペン欲しいバースデーボーイ来たバースデーボーイバースデーボーイおたんちょっとうるさいなみんなよしレオさんレオバースデーボーイが来たおめでとう今日1位取ったらユニバ10個送りましょうメロンちゃんお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうな。ちょっと声なんだよ。申し訳ないけど。お誕生日おめでとう。柔道パワー。ちょっと後でハッピーバースデー歌おう。すごいよ、ライオンとかキャッスルとかやばすぎますよ、レオさん。パッチュで歌うの。レオさん、エンタメ力高いな。当たり前や、レオさんやとギフターレベル49の日本一じゃ、俺。うん。だけど、リアルにほんと、あとどれくらいで50になるか知りたくない？知りたい、知りたい、知りたい、知りたい。あとどれくらいでなるんすかね、レオさんね、シフト。うん。レオさん、おいよー、レオさん。これ知りたい、俺。おいよー、おいよー、おいよー。そう、俺がキング&プリンスだ。何の何でもなくなって夢。何でイライラしてる。レオさんはこんなにイケメン。何ねめっちゃイライラしてるやん。おいよー、おいよー、おいよー。なんかちゃんナイス。後でみんなで。俺9時間もしてない。こいつで負けると嫌やねんけど。レオさん最高。マキさん、ごめんな。めぇ、ドラマが好きね。レオ、負けてるレオ、負けてるレオ、レオ、レオ、負けてる負けてる負けてる出したんだ負けてるからレオさんありがとうございます !MVP! レオさんありがとうございます最後差し込んだやばすぎるモグナイスだよレスマタン、マオピチュー顔なしよちゃま負けましたけども、でもレオさんありがとうございます。1位レオさんうー、俺を王子様に仕立ててくれてありがとうございます。これからプリンス吉本、またはプリンスソロバンで頑張っていきたいと思います。ありがとう、チュー。2回一緒に入ろうな。いや、でも本当にありがとうございます。さすがすぎます。もうかっこよすぎます。すごすぎるよ。スミカちゃんと応援絶対ユニバーを投げに行きますよ。ありがとうございます。そして、アベテルもシフトもブルースも、はい、みんなまとめて、ミュート解除して。何千年ビクトリーではない。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。いいでもいいでもいいでもやらんでも。いや、レオさん、ほんますいません。ありがとうございます。レオさんのおかげで残り 3.29 で行ったんですよ。だからさ、レオさん逃さないとすぐバトル始めるのやめろや、だからそれ。すいません、ユタさんミュートにしてるんで全く聞こえません。ありがとうございます。タイミング良すぎやろ。ミュートする。じゃあ別に、あ、レオさんにゃんにゃんじゃあ押してくるやんにゃ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 んレオさん来ましたよ来たレオにゃん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 レオさんのにゃんこが、あ、にゃん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 全く止まらないレオあれ抜けやがったよ。にゃん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 。チュールチュール、チャオチュール。レオさんはイケメンです。チュールチャオチュール。うん、チーマル。うん、じゃあな、ありがとう。バイバイ。うん、チュールチュール。マジで。あれ、ひれチーマル、お前。もうどっか行け。もう一生負けてんやけど。にゃん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 に
レオさん聞いてください。もう全員ミュートにして僕は喋ります。僕ねこの 1,2 週間でレオさんのトラベルが早くてゼロさん、レオさんの方が長いな。レオさんマジでゼロさん呆れるほど声を諦めて限界までありがたいくだろうカニ食べ行こうカニ美味しいねレオレオマイラブレオオーオーゲメダフいいよ、ミュートした。さすがや。あーもうレオさんまたもうイケメンや、やばいよ。やばいやりきたナイスやれよ。いいよ、さすが日本一のギフターさんだ。愛してます。うるさいか、おかげはユージありがとう。ありがとうございます。スピチャル絶対クリアできんやん、これ。いや、じゃあ、お前らは弱いけどね。ユージおったんかい。4番は人数やで。絶好調や。あ、ユージありがとう。4番は人数やで。ユージ助けてくれば。ほんまにやばい。ありがとうございます、レオさん。ちょっとこのガマガエルちょっと倒そう。ガマガエル。日韓1位を。ガマガエル倒そう。日韓1位まで。この手読んでなかった。あと何系だろう。あ、けどほんまに日韓1位だけど、マジで。ブルースバランマ、アベテルバランマ。そろそろだよな、ゆうくん、モブナイス。シュード、パワー。今日もだね。もう古っぽいでしょ。よし、絶対勝つわ、ツバイバランマ。よし、今日に無理これから。スミカにユニカゴ、おえもうやばいノーマ、どうしたの。まあ、2番に誰が来るかは2番に来るかは。ナイス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 。すげえ、やばいやばい、負ける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 。いや、血も、強っ、やばいやばいやばい、レアさん、ジャムさん強っ、血強魔、おはよう。ミュートされてるよ、多分全員にミュートされてるんちゃう、多分。誰、俺、うるさいもんだってこいつ。レオさん、おいおいおい、レオさん、レオさん、今日レオさん、ユージ、誰か、レオさん、暴れすぎや、レオさん、暴れすぎ、やばいって、さすがや、レオさん、立ち向かうの、ほんと強すぎる。俺って言ってますね、マジで。今日は、レオさんが暴れてる。レオさん、マジでエグいや。すごすぎる。何番や、34って。なんかめっちゃラグ、めっちゃラグ、めっちゃラグ、ラグ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 ラお願いさん、お前、お前、レオさん、なんだお前、ユニバコンボや。はずけルーペで、こうやって見なと、こうやって、はずけルーペ。じゃあ逆に、ユタチは、シュードさんはね、レオさんおるから、もう、絶対最後もう差し込みすごいから、もう無理しかったんで、めっちゃほんまに。じゃあ 1M やとしよう。レオさん、やばいから。1M? うん。1M やったら、でも、だって、1M やったらほんまに400件ぐらい投げれるやつ。チーマルがいつもね、もうから。5個やろ、それだ10個やな。はずきる。ああ、10個いくんやん。うん。10個でもプラスやねん。まあ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 ね。よし、次を。いくか。とりあえずユニバの数は気にすんな。とりあえず1位は目指そう。ちょっとやらかしたみたいになってるやん、こいつ。5個は少なすぎやろ。やがましいわ。うん、絶対ユニバ1個は投げますからね、レオさん。これやるときやりますから。うん。さあ、レオさん、勝とうぜ。うん。レオさん、ユニバ勝ってもらっていいですか。ちなみに、岩島ですが、プロソル250万使っておかあ、ミュートにしたんで、ユタスさん聞こえません。ありがとうございます。どうされました？ユタスさん何か言いました？あなた誰なのちゃん、こんにちは。250万使ったからな。あ、はいはい、はい。ユタスさんの口が止まったから、はい。250万使ったっすよ。いや、ちょ、レオさん、集中せんかったら負けるからね。ユニバがライオンだ。集中せんかったら絶対差し込まれるからね。レオさん、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 ほら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 やばいやばいすごい、誰誰誰ユージやばいな。ユージさん、やばいユージ
やばいな。ほんま。いやでもさっき入ってるのに。ユージやばいな。やばいやばい。ユージやばいな。マジか。マジか。MVP。レオさん。レオさんありがとう。マジでありがとう。いやレオさん悔しいじゃないんですけど寄ってんすかレオさん悔しいってめちゃくちゃ可愛いこと言うてますやん。いやユニバ飛んでるやん、やば。あ、一レオさん30件はありがとうございます。よしレオさん、これはユニバ爆投げタイムや。そして京馬くんもありがとう、ほんまにありがとう。愛してる、9月16楽しみやな。レオさんと京馬くん、ほんまありがとうございます。そしてシュウドウもツバメも、はい、みんなまとめて、なんでだ待って、すごいレオさん、うわ、おい、サーヤ、お前、ユニバはないぜ。やばいな、マジで。いや、初めて待って、ユージさんから。おい、ユージ、こら。俺がレオさんに喧嘩売っちゃったな。お前、絶対逃げんなよ。レオさんの心に火つけてもうたら、お前、止まらんぞ。ユージマジやばいぞ、レオさん。ユージ強いな。レオさんが悔しいってコメントめったにせえへんからな。うわ、ユージさん喧嘩売っちゃった。ああ、ギフターレベル34がギフターレベル49に喧嘩売っちゃった。よし。別にええがな。あ、レオさんが言ってる、お前ら全員黙って聞け。おこおこ。めっちゃ怒ってるやん。やっぱ。レオさん、これは。もう、もう、もう、やれに来たてんやん。もう、こいつら、わらわらちゃうねん、レオ。笑うてる場合ちゃうねん。本気で行くしかないねん。ちょ、待って、プロソロの日課爆上がりしてんじゃん。今53位まで行かせてやばいです。ユージありがとう。ありがとうございます。レオさん。でもユージおらんぐらってよ。どっか行ったんじゃないか。どっかにおるよ。日刊もね、早くオッケー押せ、お前ら。しょうもない。早くオッケー押せ。うん。面白かった？ユージ。あ、ユージ面白かった？あ、まあみんななんか楽しんでくれてはいるみたいでよかったですね。レオさんありがとうございます。なんや。喧嘩売ってんのか、俺のレオさんに、ユージ。お前、まあ、まあ落ち着いたら俺やめるわ。もうなんこれは、プロソロは、もう言う、ね、してね、絶対に、ユージ、勝てる自信があるから、ずっと挑んできてるねんな。レオさんとユージさんの勝負。だから、勝ってみんなミュートでこうやってるとこ、ユージこれじゃないプロソロの口動いてんな、なんか。すごいって壁ゴン来てんな。って見ながら、無言で見とったらおもろいかも。レオさんとユージさんが熱い友人で。友人。ああ、ありがとうな、いっぱいな。俺もちょっと落ち着いてやめるわ。よし、レオさん。ユタ氏のランキング抜かしましょう。今日俺が1位取ります。シュウさん何してんのに。俺ずっとね、もう今月にいろんな人にね、もうなんかディオールのカバンとか買わされたりとか、めちゃくちゃお金がなくなっちゃって。自分が買ったんや、お前進んで。黙れ。本当は、スリカちゃんにいっぱい伸びてあげて。これは終わったんだけど。ただガチバトル絶対勝ちましょうね。レオさんがいれば絶対勝てる。終わったら抜けよう。うるさいから。よし。ね、うるさいから、じゃあお前の自分の力が止まんないから。歌って。うん。どうちゃんね、絶対に勝とう、レオさん。ほんまにこれは、ユージさんがね、もう、めっちゃ本気出してきたんで、めちゃくちゃムカつくよな。うん。お前、花火もらっといて何言ってんの？そんなもらっといてやばいよな。花火もらっといて何言ってんの？花火ぐらいでお前、あ、レオさんいなかった。うっす。いけーレオさんお前よっちゃんやっちゃんやっちゃんボコボコフルボッコやなんでレオさんユニバーレオさんユニバーレオさんレオさんユニバーレオさん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 戻ってきてマジでマジでレオさん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 みんな死に投げても意味ないけリベルタの応援いかへんから。みんなでちょっとずつ行こう。怖い、怖い。レオさん、レオさん、俺んとこで投げてくれするわ。プロソロミュートにしてるから、こいつ。うるさい。最悪や、プロソロミュートにしてる。ユニバースやっぱ、マジか。パンダ、いや、ユタ氏にユニバこのタイミングで投げるから。20秒、みんな10秒。いや、まあでも、どっちみち俺、スミカのやつ行くっすよ、どっちみち。前から行くっつってた。まあまあ、俺もどっちみちね、行こう。プロソロほど投げるか分からないですけど、プロソロがどれぐらい投げるか分からないですけど。ちょっと、レオさん。ユージやばいって。ユージさんやばい。ユージやばいって。レオさん。待って、入ってない、2割。ユージやうちだけ、うちの枠だけユニバ飛んでないね。ガチでこいつミュートにしてる。ユニバ飛んできてないね。ユータ氏、俺のことガチでミュートにしてる。ユージさん、レオさん。はぁやばいよ。え
マジで？もう俺んところで投げてよ。レオさんやばいって。なんでユタシんところで投げてんのよ。ひれじゃん、ありがとね、本当に。なんでユタシんところで投げてんのよ。ユタシにもう投げんでえって。まあ、いや、5個ユニバ5個名前。ユニバ4個やな。レオさんユージがこれは無理やな、言ってるわ。これは誰もひっくり返せん。これはもって無理。ユージやばい。ええやんか。いや、ユージとレオさん。ユタシのランキングめっちゃ上がった。レオさんやばいって。うわぁ、ユタシ4位や、やばこいつ。俺初めて、俺久々。ヌートバーの時もエグいねんけど、レオさんの投げ方もエグいな、マジで。レオさん、ほんまやばい。怖い。てか、いつの間にミュート解除してんねん、お前。ちょっとなんかずっと喋ってるし、解除しようかなと思って。ほんまや、かわいそうやろ、俺が。あまりにも、お前。けど、レオさん、マジすごいっすね、ほんまに。あ、ミュートしよう、こいつ。ちょっと、こいつ今読もうとしてる。こいつ今読もうとしてるから。最悪や。確かにエグいやろ。電動のね、面白い。あ、ほんまや、電動か。ユタシに投げてどうすんの、レオさん。あともうちょっとや。700キーいけば硬い。700キーいけば硬い。頑張ろう。あと4キー。レオさんに戻ってきて。ありがとうございます、マジでレオさん。パン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 。あと742キーいきたいな。742キー。頑張ります。レオさん、もう俺んところでやったら動画になるのに。ユタシんところで投げても動画にせえへんぞ。うん。さあみんな行こう。動画求めてんのかな。まあ、そんな求めてないと思います。時間で何やだに。けど俺はレオさんからのユニバ今日もらってない。求めてるぞレオさん。あ、レオさんお帰りなさい。やばいな、レオさんマジで。レオさん、俺のところでも暴れてよ。俺のところでも暴れてください。やばいな。俺は勝てるよな、でも。怖すぎる。うん。うん、さすがに。いや、レオバラいらんでしょ。ふざけんじゃん。投げすぎやくぶい。しかも25本いらんねん。1本だけでいいねん。いらんとか言ったんかい。まあ、あとちょっと4キー頑張ろうか。あめたのけいで頑張ろう。もうちょっと全力感謝いたします。はい、1位ユージ、おめありがとう、愛してるって。主婦道もあべてもレオさん。いや面白いけど、ツバメも、はい、みんなまとめて出してて、ね。ポンジャンキルちゃん、レオさん、俺んとこでも暴れてくださいよ。俺1位だった。ポンジャンもみんなありがとう。ユタシはあれですよ、もう2回1位取ってますけど、僕は 1回だけなんですよ。けどレオさんがその時応援してくださったんでね、本当に嬉しかったんですけど、今日1位もう1回取ろうぜ。レオさん、イベントが終わった後で。はーい、じゃあ失礼します。高くないですか。行くぞ。マジナイス。逃げるんや。バイバーイ。じゃあな、再開チャンネルお疲れ。うん、はい。レオさん、ユタシにそんな投げてもいいっすよ。いや、先導乗れるぞ、あと 40K や。こんなにユニバー来ると思うんだったらびっくりした。いや、やばいよ。レオさんはほんまにやばいからな。うん、誰呼ぶ？レオさんやばい。ユージもやばいな、でもな。ユージもやばい。ユージもやばいな。誰が呼べる人いる？いや、レオさんほんまありがとうございます。投げ人がよかったな。投げ人やってるわ。全然なんか、あの、いてもいなくても変わらんやつ呼ぶか？面白いやつの方がいいよね。口悪い。口悪い、お前。700やったら電動残る。700やったら電動残るか、あと40。じゃあ、一旦ちょっと、サーヤ一回抜けようか。すまんな。待って。今週中にユージが40に上げるってよ。はい？今週中にレベル42に上げるって、レベル。マジでユージ。じゃあ、あれやな、もう、ユージさんとレオさんの戦いは続くわけか。うん。まあ、待っとけや。え？まあ、待っとけや。一人呼ぶわ、もう一人。まあ、でも、ユージありがとう、マジで。いや、もうマジで。ユージも。よし。ほら、ユージに返せよ、ほんとみんな。マジで。いや、けど、ユージさんとレオさんがね、やるぞ、おう、レオさんがやるぞ、そやな。もうやだ。やる気満々や。おい、じゃあ、ユタシ、一回じゃあ、お前疲れたと思うから、一回抜けていいぞ。いや。ユージこっちいんで。さあや、一回抜けていいぞ。いや、レオさん、勝負じゃん。ユタシのところにユージさん。いや、ユージおるよ、まだおるもん。ユージおるわい。え、今、ユージが俺バラ来たで。あ、じゃあ、さあや、一回ちょっと抜けよう。一回抜け、後でまた4個らしよう。ちょ、もう大丈夫で。ユージ大丈夫か。じゃあ、ユージ帰ってきいね、さあやんとこ。うん、さあや、一回ごめんな。一回ちょっと抜ける感じで。早くせえ。マジか。早くせえやさや、お前。よし、やっと二人っきりになれちゃった。いや、ほんまでレオさんすんませんね。ねえ、あの、お手数おかけしまして。いや、さっきはね、言ったし、ありがとうございましたけどね。僕、ほんまに、そうと言いました。
モテ案件やね、マジで。これで多分、ユタ氏に爆投げ、してしまったら、もう僕、本当にメンタル崩壊して、多分、命綱出しでバンジージャンプできると思います。嘘つけせえへんやろ、お前。家から出えへんやろか。家から出えへんやろか。家から出えへんやろ、マジで。どうやってバンジーすんねん、みたいな。プロゾル、最高&パスすぎますね、そう、プロゾルな。今、最高パス。もうすごい、頭多分、アドレナインめっちゃ出てんねん、今、こいつ。いや、お前の子が、お前、ユリはさっきレオさんからめっちゃ、ユニバもそうやし、スターズ3つももらったからな、俺。え？スターズ3つもらった？ユニバ1個と、だって俺2倍1個も乗ってんへんで。やば。だって俺170系ぐらいもらってるもん、今の一瞬で。やば。マジで。レオさん、やばすぎ。え、なんかいいことあったんすか、レオさん今日。めっちゃ、だって普段はスミカちゃんにね、メインで投げてはるからね。こんなに、いやいや、お前、投げてほしいから、え？ないよーって。あ、いいこと別にないのにこんだけ投げてはるんすか？よし、じゃあ、いいこと作るために、俺が1位になるために、ユニバ100個や。んで、投げんのは？はい？投げんの？スミカちゃんに投げんの？うん。まあまあ、絶対投げるよ、とりあえず。個数は言わない。何個お前さ、個数言うとちょっとダサいや。何個お前が何個投げるか先言えや。いや、お前さっき言え、なんで俺が聞いてんの？なんで言わな、こんなも勝てる流れでやったらええねん。スピーチ言うとはじゃないっす、バランマン。バランマン。いきますよ、レオさん。俺は絶対に勝ちたい。え、ユージさんまだいらっしゃる？浴びてるバランマン。わからへん。いるかわからへん。あ、いるわ。いてもいなくても、レオさん勝ちましょう、つまみバランマン。ほんまに勝ちたい。日韓、俺20位以内全然先入ってないんで。レオさんいい日になった瞬間、こいつ次、ユージって言いよるから、こいつ。いやけどそんな、絶対レオさんはこの場ではいいけど、ブラックバラ黙れ喋んな、お前。レオさん見てください、こいつ5連勝してるんすよ。俺めっちゃ負けてるんすよ。助けてください、レオさん。僕ナイス。ずっとやばい状況で。いいぞ、いいぞ。ずっと切ない状況で。もうレオさん、いや、バラやってるわ、こいつ。ガラーなんでバラ、パワーパワー。はい、バラとパワーね。うん、うん、うん。遊べ、遊べ。うん。レオ遊んでけ、俺んところで。うん、うん、うん。スミカちゃんに今度はせえへんし、うん。俺んところでしかできへんやろ。うん。遊んでけ、遊んでけ。うん、パワーパワー。そうやな。パワー、うん、パンダ、うん。あー、ガラーユニバ投げんけー、役しろやレオさん、俺バラで大丈夫なんでバラください。パワーパワーパワーパユユナイス。レオさん、はい、バタフライ今日は今までのどんなレオさんパー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 、はい、アイスクリーム取れる、やばい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 、レオ負けたね、ユージユージありがとうマジで。いや違う、ユージはじゃあ電動の手伝いするってちょっとだけ。レオパワーばっかいらんって。ユージマジでありがとう、マジでありがとう。モデやなお前も。負けてるぞレオ。負けちゃうなじゃないのよレオさん。当たり前やん、当たり前やん。ソロバンの計算ミスってるて、ね、ほんまにソロバン習ってたんか。スコア全然ちゃうやないか、ユニバや。さっき爆投げした。ユージありがとう、ユージ頑張ってって。ユージありがとうマジで。ユージ頑張ってじゃないのよ。ユージありがとうマジで。レオさん、ユージ、モデアンティア、モデつけてええか。レオさん、やばい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 、どんな、レオさんより素晴らしい。やべえ、レオさん、ユージ、来た。もうレオさん、おかしいって。飛んで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 、ななみさん、これ、初見さんいらっしゃい。回る、バラいらんねん、調整いらんねん。敵出たわ、うん、レオさん、うん、めっちゃ寄ってんちゃいます今。あ、レオさん合わせに来てくれてんねん。バタフライ今日は今まで。いや優しいな、さすがやレオさん。おお、お互いに合わせようとする。ユージ、ユージ、ユージとレオさんが遊びだって。ユージないです。運命の人はやっぱり俺や。こら真剣にバトル。やめてやめてやめて、やめないで。バタフライ今日はレア、ティックタックやりまーす、キガーユージありがとう、ユージライブありがとう、マジユージありがとう。ついに、キガー、待ってましたレオさん。ユージも大丈夫、ありがとうね、うん、ありがとう。さすがすぎますよ、バタナイ君は今までのさあ、くんのか、おお、くんのか、ユニバ1個来ても君は勝てない。レオさんはすごいよ。くんのか、おお、久々に勝てないじゃん、これ。久々に勝てない、やばいやばい。
じゃなくなった。ユージ、マジでありがとう。ユージ、ほんまにありがとう。みんなユージに拍手して。文句顔なし。ユユ、YK、クマさん、ポップコーン、ピチュー、お茶まり。レオ、ありがとう。ユージ、ありがとう、マジで。うん、レオさんはね。マジで言ってる。キュ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 、はい、ゆうたしマジで弱すぎる、ほんまに相手になりません。レオさんマジで強すぎる、ありがとうユージ、ガチでレオさんほんまない。ユージありがとう、マジでやばいって。ユージモデ案件はモデつけていいか。ユージマジでありがとう、やばいすぎるって。ユージありがとうね、マジで。ガチに来たやば。はい、じゃあ敗者ミュートです。はい、感謝します。1位、レオさん。いや、久々じゃないですか、こんなにドカーンって頑張ってくださったの。めっちゃ嬉しいです。1試合のバトルで、TikTok ユニバースと TikTok スターズ、いただけるなんて本当思ってなかったんで、マジで嬉しいです。ありがとうございます。本当に嬉しい。愛してます。ユージさん、ユージさんじゃない、愛してます、レオさん。すいません、ありがとうございます。そして、アベテルも、リクトリアも、ツバメも、ブルースもみんなまとめて。最高のビクトリー。え、僕ってプロソロのモデ、え、なりたいっすか。え、プロソロ、え、レオさん僕のモデになりたいっすか。もちろん。いやーすごいな。モデにしますよ、当たり前じゃないですか。そりゃそうですよ。あ、モデなんの、いいな。モデ、やだって言うてるやん。やだって言ってる。追加した瞬間にやだって言ってるやん。何やそれ。モデじゃないの見たらわかるやろ。見たらわかるのに嫌だって言ってくんじゃねえよ。まあ、レオさんはシミカのもな、モデやからな。ですよね。うん、ありがとう。レオさん、22位は気持ちよすぎる。22位まで来た？嘘やろ。22位まで来た。レオさん、わらわらじゃないねん。いや、ありがとうございます。レオさんのおかげでめちゃくちゃ盛り上がってる。ほんまこんな嬉しいことない。ありがとう、レオさん。もうちょっとで3位いける。なんや。もうちょっとで3位いけるぞ。頑張ろう今日。ちょっとだけ。もうレオさんのおかげやろが、頭下げんか。いや、俺はありがとうございますって言ったからちゃんと。お前どんなポーズでありがとうございます言うてんねん。さっき言ったんじゃあね。レオさんがじゃあねっておっしゃってます。ありがとうございます、レオさん。本当にありがとうございました。ありがとうございます。元気でいてくださいね。マジでエグすぎるわ。いや、エグいよな。また会いましょうね。本当にありがとうございました、レオさん。マジでエグいよな。大好きです。スミカちゃんのガチバトル、7月30日の夜中。4やけぐらい使ってんだ。行ってください。僕もユニバ投げに行きます。本当にありがとうございました、レオさん。2人で多分400件ぐらい使ってくれてんね、多分。やばいね。もうガチで嬉しいわ。ほんまに嬉しい。ちょっと休憩しよう。ちょっともう嬉しすぎたね。あ、レオさん、レオさんの夢が叶うといいな。エコイガピン。もうちょっとで 300K! あ、じゃあ 300K ちゃうわ。700K! 絶対に隠し取りましょう。いやー、ほんまありがとうございます。めっちゃ嬉しい、久しぶりに。これでもスミカ行かなあかんな、おそら。スミカ何日やったっけ ?7 月30日の夜中10時、ミカママと戦う。うん、30日 ?30 日、日曜日。来週、いやね。うん、来週。ランオフで投げるわ。いや、俺、あっちの人にも、あっちの人も仲いい人いるから。なるほどね。俺別にミカママに好かれても嫌われてもないから別に普通に投げるわ。カナタバランマ。いや、レオさん、ほんまやばかった。うわ、感動した。スミカコロナなの？マジで？え、そうなの？え？あ、なんか熱やったな。熱は知ってるけど、コロナなの？コロナって流行ってるの、まだ。かな、どうなんやろ。いやーでもすごいもん見せてもらった。ユージもすごかったなー。うん。まあ、ユージ俺んところで花火しか投げてないんやけどな。メロチ、ありがとう。初見さん。ストーリーに書いてましたよ。ママさんだっけ。あ、そうそう、ストーリーあげてます、スミカちゃん。あ、そうなんや。うわ、マジか、コロナ。